スカル・ラビシーレは、ハイチ・ポルトプランス出身のバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。ポジションは、PF、C。ハイチの首都ポルトプランスで生まれ育ったラビシーレは、2010年に発生したハイチ地震で、家族が重傷を負い、ラビシーレも足を負傷するという事態に遭遇。その後何とか立ち直ったラビシーレは、家族を助けるために、 NBA 選手を目指すことを決意し、渡米。テネシー州メンフィスの高校で活躍し、大学は名門ケンタッキー大学に進学。名称ジョンカリパリの下でプレーし、2015から16シーズンを平均6.6得点3.1リバウンドの成績を記録したところで2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。28位で、 フェニックス・サンズから指名されてあとサクラメント・キングスとの間でトレードが成立。NBA サマーリーグを経て、キングスの一員として、ラビシールの NBA 生活がスタートした。ルーキーシーズンの2016から17シーズンは、参カのリノ・ビッグホーンズで過ごしていたが、デマーカス・カズンズの放出後に出場時間が増え、2017年3月15日の、 フェニックスサンズ戦では32得点11リバウンドを記録した。ありがとうございます。